数日来、総理ご自身の厚生年金の問題が取り上げられています。私は総理はですね、この際ちゃんと謝った方がいいと思うんですよ。いろいろ言い訳しているのは見苦しいですよ。日本国総理大臣として普通の人ならいいですよ。日本国総理大臣がこの厚生年金制度を実態がないのにそれを利用して年金としての資格が入ってた、やがては給付も受ける、やっぱりこれはですね、どう考えてもまずいですよ。ですから私はちゃんと謝られた方がいいと思いますよ。いかがですか。内閣総理大臣小泉純一郎君。35年ほど前の、しかも議員になる前のことで、私が何がおかしいのか、未だにこれを問題にする方がおかしいと思ってます。何のために私が謝らなきゃいけないのかも理解に苦しんでおります。私は多くの方々の尊い支援によって国会議員に当選させていただきました。支援者の中にはいろいろあります。私の支援者の中には身銭を蹴って、身銭を切って小泉になんとか当選させてやろうと、そういう方々も多くいたからこそ当選することができたんです。そしてまあ社員はこうだと言いますけども、人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろです。全部社員が同じように一定の時間に会社に出て、一定の時間に会社を退出して、そして机を並べている社員も多いでしょう。しかしうちにいてもいいよと、あるいは海外旅行をしてもいいですよという会社もあるんです。それでも社員です。おそらく岡田さんの関係の会社だって全部社員が同じように働いているという社員ばっかりじゃないと思いますよ。私が落選中に極めて太っ腹の人情味のある社長さんに巡り合わせて、ああ小泉君、一回ぐらい選挙のしてくじけちゃダメだと、私も応援してあげるからと、そういうことであんたの仕事は次の選挙で当選することだと言って、極めてありがたい言葉をもらって熱心に応援してくれたんです。そういう極めて善意の見返りを求めない貴重な人々の支援があったからこそ私の今日があるんだって、今でも私はその社長さんに感謝しております。こういうことについて何だやましいこともないし、なんで謝んなきゃなんないのか。しかも35年前のことが今のこの国会でそんなに議論しなきゃならない問題なのか、私は理解に苦しんでおります。はい、岡田克也君。まあ、私はですね、一言だけ申し上げますが、今の総理の発言を、この方が日本国総理大臣なのか、非常に寂しい気持ちで聞いておりました。つまりですね、それは太っ腹で支援してもらうのはいいですよ、ちゃんと法律にのっとって正式の寄付をする。だけどこれは厚生年金制度という国の立派な制度を、それを活用して、そして本来入ってはならない人が入ったという事件ですよ。もし総理がそういうふうに開き直れば、これから同じような日本国民がこういった厚生年金制度を利用して、例えば自営業の人が関だけ会社において厚生年金に入りたい人はいっぱいいますよ、有利ですから。そういうことに対してノーと言えるんですか。国の制度の根幹が揺らぎますよ。それが総理大臣の言うことですか。続いての名前でした。